はい、今回の動画はマイクロソフトアカウントのこちらのサイトの方では新しいログインがあった場合にそのログインの履歴が残るようになってますんでそのログインの履歴をチェックをすることによって自分の身に覚えのないようなログインがないかどうかを確認をすることができます。 それでは早速その確認の方法ですけどもまずはねこちらのマイクロソフトアカウントのねサイトの方に来てくださいでこの URL の方は動画の下の概要欄の方に入れておきますのでこのマイクロソフトアカウントのページをお気に入りとかに追加してないという方はねその URL をクリックしてこちらのサイトに来てでご自身のマイクロソフトアカウントの ID とパスワードでまずはログインをしてくださいで次にこの画面の上のセキュリティという項目がありますのでこちらをクリックします はい次にこのセキュリティの中のこのサインインアクティビティというところのこのアクティビティを表示するというところをクリックをしてください。はい、そうするとこういった形で最近のアクティビティということでここ最近のですねサインインの履歴が表示されますんでまず一番最初にチェックをするといいのが一番右側のところですね今ちょっとこちらはモザイクで隠してしまってますけども一番右側のところにサインインがあった地域の地図が表示されていますんで。 この地図で明らかに違うう地地域かかからサイン,インされてないかどををチェックすするこことができますただこの地図に関しては使ってるルーターにもよって結構自分が住んでる地域とずれた地域が表示されるというケースもありますんであともう一つチェックするというのはこの IP アドレスのところですねこの IP アドレスのところもチェックをしてもらってご自身のものと一致しているかどうかを確認をしてください。 でもしこの地図と、あとこの IP アドレスもですね、全然身に思いのないところからサイン,インされてるなということであれば、この地図の下のところにアカウントを保護をするというところがありますんで、こちらをクリックをします。はい、そうすると今、こちらに関しては、自分がね、やったサインインなので、このお客様のアクティビティではないですかということでね、このウィンドウが表示されてますけども、 明らかに自分が行ったサインインでなければこのままですねまあ今回でいうとこの続行というところをクリックをしてもらうとパスワードの変更のですね、手続きになりますんであとはね、画面の指示に従ってそのパスワードの変更の手続きをするようにしてください。いということで今回の動画はマイクロソフトアカウントの不正ログインがないかどうかをチェックする方法をご紹介しましたけども。 例えばですけどもマイクロソフトアカウントで使っているメールアドレスの方にスパブメールがね頻繁に届くようになったりだとかあと今までこの一度もねアクティビティのチェックをしたことがないなんていう方はですね一度ねチェックをしてみてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。